さん、ポコニャチは。あれこれって、先週プレイした処女の雪忍者ね。そう、今回は第2弾をプレイしていこうかなって。おう。ハマったのな。イブのズルニャン王な間違えた。イブのマリオ王なめんなよ。自分でズルニャン王って言っていくスタイル。はーい、早速やっていきましょうかね。まあどうせ今日もやられまくるってのが目に見えてるな。今日は一発クリアを目指すぜ。はい、それは絶対に無理。そんなこと言うなら証明してみせましょうか。はい、どうぞお勝手に。さて、やっていきましょうかね。あら、可愛らしいお家が。BGM もほんわかしてるんだぜ。さあ、いきなりトロッコだけど。出会ったなってまさかの逆走。お、それどこに行くんだ。すごく嫌な予感が。わあ、ソーダグレープか。はい、ポコニャン一発クリアならず。もちろん誰も期待してなかったけどね。やっぱりそう簡単にはいかないか。そこにコインがあるわね。ちょっと。で、じゃあ、トゲが迫ってきて。これもう逃げられないの？あふん。ま、これはマリオとは違うからね。ランチという概念はないんだぜ。ん？で、あれ？壁が。もしかして水の中からしか行けないとか？嘘だろ、溺れちまうと思うんだが。おお、水の上を歩けるぞ。ほらね、やっぱり。思ったよりも浅かったのか。とりあえずこれで先に進めそうだね。さあ、ナイス中間地点。そしてどう見ても怪しい橋だが。んー、まあこうなることはなんとなくわかって。はあ、そこ崩れるの？明らかに普通のジャンプじゃ届かないぞ。こっちに戻ってなんかするとかじゃないよね。めぼしいものはなかったと思うけど。で、今看板が動かなかったか？うん。でもだからって一体何を。いや、それ乗っていけるの？もしかしてこの看板を足場にするとか。なるほど、こういうことか。これで三つ目の橋にジャンプすれば。いや、ここも抜けるんかい。でも、看板を使うのは合ってるっぽいわね。あとはもうちょっと右に運べたらいいんだけど。いや、任せてるわよ。いや、これでよかったんかい。単純なことだったね。さあ、ここはなんか上に十字キーみたいなのがあるんだが。ん？ちょっと。お前何トゲに当たりに行ってんだよ。違うって、これ多分キノコを取ったら逆走するっぽい。うわぁ、めっちゃ混乱しそう。まあ左右反転はまだ簡単だけど。で、これまたカキノコを全部取らなきゃか。そうみたい。しかも取るたびに左右反転するからマジで厄介。今は普通の状態ってことね。そしてこれを取ったら反転するから。わーおー。イライラ指数が高いな。ちょっと私はプレイしたくないかも。はい、今集中してるから静かにして。実況で静かにしろってのはどうかと思うが。さあ、ラスト。オッケー、やっと突破できた。お疲れだったわね。だがしかしこのキノコはいつまでつけるんだ。でもだから早く取りたいんだけど。そしてどう見ても罠臭がするリフト。ですよねー。ねえ、下の出っ張りはどう？そしてキノコは取れたな。終わった。いや、それはだ。ものすごい勢いで飛んでったわね。まるでタオパイパイの柱乗りだな。ほい。よーし、ジャンプのタイミング完璧だ。順調に進めてるんじゃない？ここまでノーミスと言っても過言じゃないね。いや、それは過言だっての。ほとんどのギミックでやられてるっぽいし。で、終わった。なんか岩が降ってきてる。いやー、これ前作の弾幕芸人に似たやつじゃ。そうよ、ポコニャンがめっちゃ苦戦したやつ。でも真下に降ってくるだけだからまだ。これも右のスイッチを押せば良さそうか。前回は3回押す必要があったけど。とりあえずここは押せそう。さあ、押せたぞ。今度はまた左か。今度は左にスイッチが現れたわ。これは逃げるだけの簡単なお仕事。さあ、前回と同じなら次のスイッチを押せば終わりだが。よし、これも間に合いそう。ポチッとな。おー、間に合った。じゃあ、見たか、一発クリア。やるじゃねえか。まあ前回よりも簡単っぽかったからね。このままどんどん進んでいきましょ。だがちょっと雰囲気が怖くなってきそうだが。大丈夫かしら。ま、ここまで来れてるんだし余裕。わかりやすいフラグ回収だったわね。もしかしてわざとやられたんじゃ。違うって、足が滑っただけだから。天井がどんどん崩れてきてるぞ。これ行かなきゃ押しつぶされちゃうわよね。大丈夫、こういうのは焦っちゃ。ポコニャン、お前なんか言いかけたか？今日の晩ご飯は何にしようかなって。んなこと一言も言ってなかったわよ。よし、でもこれで突破できたんじゃない？あふんで、ポコニャン、嘘でしょ、一体どうすれば。で、ショボニが潰れてる？あれ？生きてる？いや、このまま動けるんかい。なんか可愛いというよりキモいわね。このままラストまで行くとかじゃねえよな。それはそれでシュールで面白いかもだけど。これは？エレベーター的な？いや、加速？これはかなりの微調整が必要か？もう指が取りそうだった。そしてまた怪しそうな橋ね。どうせお前またやられるんだろうな。でもブレンダでなんとか。って、あれ？落ちる気配がない。いいのかしら。で、おい、今度は橋がないんだが。実はそのまま通れるなんてことはなさそうだね。となるとさっきの橋が怪しいよな。わかった、これマウスのクリップで持っていけるんじゃない？ああ、前作の引っこ抜けるやつ。どうだ？ダメっぽい。そっか、めちゃめちゃ怪しいのに。もしかしてこのソーダグレープはやられないとか？おろろろろろ。そんなわけもなく、絶対この橋を何かすると思うんだが。でも何もできないんよね。ん？
あれ？コピーって。チクチクしたら出てきたぞ。で、ここに点線があるのはそういうことか。ってことはもしかして。いやー、ペーストができるぞ。まさかのコピペだったのね。その発想はなかった。いやー、面白いというより感心させられるな。前作よりも進化してるわね。あ、おにぎりってことは。おい、デブニャンになるぞ。誰がデブニャンだし。このまま転がっていくの。しかもさっきのやべえエレベーターだし。移動性が必要ってのはさっき覚えたから。すごいわ、なんだかんだ先に進めてる。ここも一発で突破できるん。さすがギフのズルニャン王。余裕の一発クリアね。ギフのマリオ王な。そして煽ってくるんじゃないよ。ま、強制スクロールはマリオでも慣れてるからな。変な初見殺しがない限りいけそうじゃない。いや、初見殺しだらけなんだけどね。じゃあ、ここはジャンプしなきゃか。惜しかったな。多分あそこが最後よね。今度こそ。ほい。じゃあ、突破したぞ。あ、あれは、前回はウォールと見せかけてのウォートだったっていう。見当で飛ぶかよ。確か前回はここで壁を引っこ抜いたのよね。今回も同じく抜けるのか。そもそも壁が全部トゲになってるけどね。下の足場に乗れば何かできるかしら。もしくはこれも実は運べるとか。違うっぽい。実はトゲの当たり判定が一番下だけだったり。いや、そんなことはありません。じゃああとやれることといえば。じゃあなんか壁を壊せたよ。で、おお、トゲが結構なったぞ。これで先に進めるのね。でも地味に踏んでくの痛そうだけど。足つぼマッサージができそうじゃね。いや、そういうレベルじゃないんだけど。で、やっぱりゴールがボートになってるし。まさかの使い回し。だが期待には応えてくれたな。そしてまたヤギがいる。何？サンキューフォープレイング。This is the last trap。で、コインとテトリスみたいなのかける2と。さっぱりわからん。ダメじゃねえか。でもこれを解かなきゃクリアできないわよね。とここは。で、ああ、お前トロッコに乗ってるんだが。いや、これ最初に抱くソーダブレイクに落っこちるんじゃ。バカ野郎を回避。とりあえずあのコインのところに行ってみるか。いや、切り替えの速さよ。でも、謎を解いてないけど。確か前回はコナミコマンドだったよな。檻に入れられるからその間に何か入力するって感じかな。小ジャンプしてコインを1枚だけ取れたり。いや、取ったとしても何に使うんだっての。ちょっとやってみようか。いや、何回。はい、結局捕まった。ポケモン早く謎を。またやられちまうぞ。いや、待って、わかんないっての。やっぱりこれを解かなきゃね。右のテトリスは何を表してるのか。表してる。ねえ、例えばこんな風に。あれ、これって。いやー、アルファベットの L と A になってる。そしてそれがかける2だから。わかったぞ。 LALA か。クロノトリガーのルッカのお母さんを助ける時のパスワードね。お母さんの名前がララなんだよな。いや、誰がわかるんだよそれ。 LALA と。じゃあ、やったぞ。今度こそクリアだ。やったな。今回もなかなかの難易度だったな。あのテトリスは完全に謎解きだったわね。中途リアル。いや、やっぱり3もあるのか。もちろん応援させてもらうけどね。またもやたくさんやられそうな予感が。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。